はい、おはようございます。宮田です。今日はね、成田の方にね来ています。でね、成田のデイリーのコンビニでちょっと変わったね味噌汁見つけたんですよ。これちょっと僕も初めて見たんやけど、これ見て、これタンパク質15グラムのお味噌汁。めっちゃ噛んだな今これちょっとね飲んでいきたいなと思ってね。中身こんな感じです。中身はこんな感じでね、なんかお味噌汁というか、なんか白い、なんかなんていうかな、クラムチャウダーみたいな感じ。うん、まあ、早速混ぜてね飲んでみたいと思います。じゃあいただきます。あった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 。うわ、全然美味しくないやんこれ。やっぱそうやな、お味噌汁って言ってもこうタンパク質筋トレの、あ、味噌汁じゃないですねこれ。なんて言ったらいいかな、プロテインをお湯で溶いたみたいな感じやね。それにちょっと味噌汁の豆腐とか、まあ、揚げが具材が入ってる感じで、まあ筋トレしてる人やったら、まあ普段からね、プロテインとか飲んでるから普通やなって思います。ただ僕はこうお味噌汁って書いてるから、頭の中がもう味噌汁なんですよ。それで飲むから、うん、お湯、お、うーん、なんて言うたらいいかな、お湯にタンパク質のプロテインの粉混ぜたみたいな感じやから、美味しいとは言いにくいね、うん、正直僕はね。まあ、他の人はどうか知らんけど、僕はあんまり美味しいとは思わへんねこれ。うん、ほんまに筋トレしてる人に、まあ、栄養のためにね飲むっていうだけで、美味しいからといってご飯のあてに買うとちょっとちゃうなって感じね。うん、まあこれでね、まあ、一応タンパク質を 15g 取れるというねお味噌汁、まあ、筋トレやってる方はね、まあ、これもしよかったら飲んでください。デイリーで売ってます。はい、何個やったかな、170円ぐらいですかね。あとはこの爆弾おにぎり、九州の梅、ね、これ153円で種抜きなんですよね。結構梅好きなんですよ、うん、種なしのやつね。でこれあとは冷やしごまだれ、ね、このうどん、いいっしょこれね、これ蓋ついてないんや、びっくりした。このペラペラの紙めくったらいきなりもう中身出てきた。こぼすとこやわ。これすんごいボリュームあるよね、野菜、蒸し鶏も入ってて。でごまだれって書いてる。ごまだれがどこにつけんの、ないんやけど。あ、もうあれっすね、多分混ぜてくれてる感じっすね。ごまだれが見当たれへんねんけど、ドレッシング。いや、これね、このまま食ったらダメですよ。この中ほじくってたら、こんな入れ方ある？こんな野菜の真ん中にこれ、これごまだれが、なんちゅう、これどうなんですかね、これ入れ方として。蓋の上にくっつけるとかできへんかったんかな、ちょっと疑問に思いますよね、これ。こんな野菜の中がこれ、うん、これどうなんですかね、この入れ方。ちょっとね、食べ物の中にこういうのを入れるっていうのはね、僕的にはちょっとどうかなと思うんやけど、うん、このごまだれをねかけていきたいと思います。野菜食うときはね、僕はごまドレッシング好きでね、あとはもうダイエット中は青じそのドレッシングをよく食べますね、うん、野菜本当はさっき食べらなあかんねんけどね、うん、さっきおにぎり食ってもたけど、よいしょ。
やね、こういうこと混ぜてね。いや今日もいい天気ですよ、ほんま。成田はね、さっきも頭の上ビュンビュン飛行機飛んでてね、前もここで動画2本ぐらい上げたけどね、飛行機見に行った言うて。さすがにね、今のね、この時期やっぱあのコロナウイルスとかのね加減でやっぱりね、黄色いなんかあの虎柄のテープ貼ってましたわ、あの立ち入り禁止っていうね、ていうかあの宇佐美がね、今もさっき言ってきたんやけど、あの成田の方にね、あのお風呂ね、もう全国使えるようになったんでね、宇佐美ね、だいぶ助かりますよ。ただちょっとね、条件付きやからね、ちょっとあのアルコール消毒液みたいなの渡されて、まあ手の触れるところ、手すりとかシャワーのノブとか手の触れるところにこうシュッシュッと消毒液をね、やってくださいと。あとまあ10分以内かなにはまあお風呂出てくださいという、まあ、そういうこうちょっとした決まり事さえ守ればね、あのお風呂貸してくれるんで、ほんま助かった。全国の宇佐美ね、お風呂使えるようになって、お、またなんか出てきたで、ほらほら、さっきごまドレッシングかけたのに、これ見て、野菜と、うわ、冷た、めっちゃ飛んだ。あの、これ、あかんわね、こんな入れ方、分かれへんわ、これ、もう、こんな見て、これ、野菜と、もめて、こんな紙出てきたで、こんな、ほら、ねえ、もうちょっとなんか、きれいに食べれるように、なんかこうね、やってほしいものですよね、うん、お客様の声としてね、だから別にあの、けなしてるわけじゃないんですけどね。まあ、普通の素人の意見としてね、食べにくいなっていう、このなんか中からドレッシングが出てきたり、中から食べようかなと思ったら紙出てきたりとかね、うん、ね、まあ多分味の方は多分美味しいと思います、はい、サラダうどん僕好きなんですよ。いただきます。うん、味はめっちゃうまい。これ味は美味しいですわ。うん、あ、これはええわね。業者さんね、すごい野菜もいっぱい取れて、ごまどれでうどんで、これめっちゃうまい。うん、食い応えあるよね、結構量入ってるから。うん、だけどさっき言うたみたいにね、やっぱあのスープを中に埋め込んでるとか、中からなんかナイロンの紙出てくるとかね、食べる前にこう手間暇かかるのよ、なんかこうガチャ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 ね。うん、それはちょっとね、例えば一番上のあの、この蓋あったでしょ、これ。この蓋ピッて。この蓋の上とかにさ、ここね、蓋のこの、この上にね、まあドレッシングピッてついてたりとかテープで貼ってるでもいいじゃないですか。うん。具材の中にそのドレッシングを埋め込むっていうのはどうかなっていう、ね、思いますけど。はい。皆さんの意見はどうでしょう。まあまだコメント欄見ときますけど。ははは。ごちそうさまでした。ネイリーキャラ飛行。今日は飛行機飛ばないですね。ここで構えとったら飛行機が飛ぶ予定なんですけどね。今日はなかなか飛行機が飛ばないということでね、成田のデイリーね来てます。でこの間行ったあそこ道の駅はね、閉まってるようですね。はい、ということで、ね、昨日もね、大阪ね。から成田向かうときにね、こうやって洗車してピカピカにしたんやけどね、雨に打たれてね、この通り汚れちゃいましたね。箱切ってるんで、もうヘッドだけなんですよね。うん、いやー、いい天気、今日めちゃめちゃいい天気ですね。成田のね、あのデイリーの方来てるんですけどね、あのここで飛行機ね、頭の上飛ぶのまた待ってるんですけど、前回みたいに今日はちょっとね、なかなか飛行機が現れないんですよね。飛行機をみんなに見せたいな思うんやけどね、なかなか道の駅は今日はね、やっぱりそのコロナの加減で封鎖されてる感じですね。はい、デイリーで、デイリー今からちょっとね、またね、面白いものを仕入れてきたんで、今から食べたいと思います。食ってばっかりやば今日俺逆光すごいな、逆光すごい、ちょっと暗いけどいける、見えてる。はい、ということでね、またまた食べてばっかりなんですけど、ちょっとトイレ行ったらまたデイリーにこういうものが並べられてました。
じゃん、めっちゃでかい。ほらハンバーガーと唐揚げとポテト入ったこのビッグサイズ、これがですね、シーバーガーロースカツ&コロッケっていうので514円、税込みで555円、ゴーゴーゴーって感じですね。はい、それでは早速いただいていきたいと思います。どんだけ食べるねんってね、食べすぎやろな、また太るわダイエットせなあかんのに。よいしょ、それでは早速ね開けていきたいと思います。よっ、デイリー山崎やからね、あのパンとかもね結構美味しいんですよ。これでかでかいっすね。アメリカに来た気分でちゃんと手消毒してますからね。これで食べていきたいと思います。よっこいしょ、まあ、でかいっすねこれ。こんな感じ、温めてもうたらよかった、ちょっと冷たいっすね。はい、いただきます。あ、うわ、めっちゃ大口で食べたのにこんだけしか限られへんかったで。で、あと、まあ、手でちょっと申し訳ないんですけど、このポテトね、ポテトと、うん、唐揚げね、うん、デイリーおばちゃん温めましょうかって聞いてくれると思うんだけど、温めてくれんかったね。温めんと食べへんものは、温めんと食べるものなのかな、おかしいね。すごいなんかダブルやもんな。これは550円は安いような気がする。こんな食って、なかなか減らんからね、これ。こういうのに炭酸のコーラがめっちゃ合うと思うねんな。コーラめっちゃ好きやから、コーラ買うの忘れてさ、ね、特茶買ってしまった。めっちゃ食いたいんか痩せたいんかどっちやねんってな。こんなん食ってて特茶ってな、うん、うわコーラ買ってきてよかったもん。うんうん、まあすごい量やから、これ食い応えあるよ。あのアメリカ人に食べてみよう、うん、まあコーラ飲みたい、コーラ買いに行きたい、まあ、うん、ここからどうぞ。外でね、ちょっとハンバーガーね、食べようかなって、せっかくやからね。いただきます。めっちゃ天気です。もう飛べないかな、もうね。ここの頭の上よくね、よく飛ぶんやけどね。出た出た、飛行機出た、飛行機見て、俺はタブリックや、俺はタブリックや。